校庭で体育。あ、いいけど。そう、ただの習慣だよ。小さい頃からのね。幼稚園の頃は一緒に入ってたみたいだけど、よく覚えてない。そんなにパパっ子じゃなかったから。ママとの約束だからね、歯を大切にしなさいって。もう半分くらい永久歯だし、虫歯にならないように気をつけなきゃ。じっと見て。にらめっこならやらないよ。好きだからね。練習休んだことないよ。写真撮らない日ある？それと一緒だよ。うう、恥ずかしいことばっか言って。どうかしてるよ。バイバイ。あ、いいけど。幼稚園の時、幼児体操教室に通い始めたのが最初。ママにしてみればお受験のためだったんだろうけど、私が気に入っちゃったんだよね。楽しいよ、体操は。体育館だとバスケット。あの重いボール、苦手。ありがとう。かわいいよね、うちの制服って。
寿司用かな。めったに食べないけど。なんで？親しい友達いないし、よくわかんない。あ、もう行かなきゃ。思ったよりずっと楽しかった。バイバイ。プールで水泳。あ、ちょっと話す？走るの好きだよ。どっちも好きだよ。トレーニングになるしね。ないよ、そんなの。そもそも先生に怒られたことないし。怒られることなんてある？やらないよ。ママにスマホ買ってもらった時、ゲームやらないって約束した。やだ。じゃあね。ストーリーイベント発生。あ、何？え？ないよ、特には。ふん、ただ撮ってるだけじゃないんだ。意外と鋭いね。コーチからもよく言われる。笑顔でアピールしなさいって。作り笑顔は苦手。心から笑いたくなければ笑わない。記念撮影でもあるよね、チーズって笑うの。みんな大して楽しくないのに笑顔になって、バカみたい。私は本当に楽しい時しか笑わない。笑顔が撮りたければ他の子を撮るといいよ。バイバイ。
こんな時間に何してるの？そっか。あんまり夜更かししてると明日の朝大変なんだから。それじゃおやすみね。体育館で体育。あ、いいけど。やってる子はいるけど、私はやらない。体操好きだけど、そればっかりってのはね。平均台、床、段違い平行棒、跳馬の4種類。人によるけど、私は平均台。あの10センチの幅の上で演技させようなんて、考えた人はすごく意地悪だと思うよ。ないよ。よくわかんないし。クラスで美術館へ見学に行った時、いろんな絵をいっぱい見たけどピンとこなかった。上手な絵はともかく、変なのも混じってるよね。頑張ってんだね。何？じっと見て。にらめっこならやらないよ。あ、もう行かなきゃ。思ったよりずっと楽しかった。バイバイ。あ、いいけど。頑張ってんだね。
そんなことないよ。むしろ好き。技が決まると一番嬉しい。そうでもないよ。そもそも小食だからね。コーチはむしろもっと食べなさいってうるさい。何？じっと見て。にらめっこならやらないよ。ちゃんとした体操部があるとこだね。この辺りじゃうちぐらいだから、体操部がある学校って。あ、もう行かなきゃ。思ったよりずっと楽しかった。バイバイ。ストーリーイベント発生。エンカウントリトルアップ、マジカルエンカウント。あ、まあいいよ、断る理由ないし。それで、どこへ行くつもり？あ、いいね。アイス食べたいって思ってたとこだから。で、なんでまたスイカソフト頼んでんの？食べないよ、あんまり美味しくないし。私のこと気にしなくていいのに。一口食べようかな。プリンソフトを美味しく食べるためだよ。微妙けど、ちょっと慣れてきて美味しくなってきた。何も教えない。